どうも、いい年こいてダンスやってるわけと申します。今日はロックダンスのキックウォークをしています。まず正面で足の形をやります。右足で正面にキック。キックした後に、このキックした足で、片足で立ちます。で、この左足を下ろす。下ろした時に足を開く。この時は必ず谷股で。1、2で、もう一度足が上がって、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これが足の形。上半身は手の形、左手が前、右手がこの肩の高さに来るように、拳が1、2、3、4。ちょっとじゃあこれ横向きでやります。1、2。最初のキックした時なんですけども、ちょっとこの軸足を後ろにややちょっと下がって、で片足でついて開く。1、2、3、4。これは上から下に向かってこう下がるステップなんですけども、リズムはアップアップです。前回教えたアップの上下に打ち分ける、アップアップ、上でアップ、下でもアップ、このリズムを使います。なのでキックした時にまずアップで、片足で立って足をガニ股に開いて下に下がる時、体は下に下がりますけども、リズムはアップです。横から見ると分かりやすいです。1、2、3、4。アップアップですね。上下のアップ、この形が、ロックダンスでよく使うキックウォーク。1、2、3、4。で、細かいんですけど、ちょっと足のアップで、まずキックした時、キックしてこの左足が上がる。で、そのままやってもいいんですけども、こうしてキックして足を入れ替えて、最後にガニ股。なるべくならこのキックした足をこの片足でつく時なんですけども、最初からちょっとこう足をね、キックしたらこうほんの少し意識して内側につま先が向くようにすると、足を開く時にガニ股になるときに、こう綺麗に形が、ま、中心からこう開いたようなシルエットが出ます。1、2、3、4。1、2、3、4。以上、キックウォークでした。ご視聴ありがとうございます。